はい、ダコと杉浦太陽です。さあ、今回は特別企画でございます。お願いします。今回はですね、豪華ゲストに来ていただいて、ターチャンネルのスペシャルバージョンでございます。今回僕が舞台に出るんですけども、弟の杉浦太陽くん、はい、はい、プロデューサーの杉浦太陽です。よろしくお願いします。お願いします。どうもプロデューサー、はい、はい、セットというね、チームのプロデューサーとして脚本、はい、いろいろやってますけども、今回はこのチームゲストの一部なんですけども、主演のね、自己紹介。あ、はい、セットフェイタリズムノットイコールリアナザーストーリーという作品でひなぎく役を演じさせていただきます、はい、ST48 今村美月です。よろしくお願いします。お願いします。主演、主演です。はい、じゃあスタートだけやってくれ。お、それではターチャンネルスタート。はい、それではターチャンネルスタート。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタチャンネル。はい、というわけでね、今回7人ですけども、はい、生配信もしてたんですよ、うん、高尾ちゃんのあのセプちゃんっていうね、セプちゃんの YouTube があるんですけども、今回は高尾くんの舞台の神の方、主演の方が、うん、はい、神役の人、神様やったらいいんですけども、はい、じゃあちょっと順番に自己紹介の方を言ってもらってもいいですか。このメンバーちょっといろいろ遊んでいきたいと思います。僕の先輩の、はい、はい、ダーチャンネルはね、2度目の出演となりますけれども、はい、次は大丈夫のね、1個前のはい、ね、やっておりました。ガイア、今回はあのエウロというね、神様エウロ出ます。はい、エウロー、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次、はい、どうも。はい、今回はですね、そのエウロー様の対をなす、神様としてアポロというアポロはい、神様を演じさせていただきます。はい、ピコと申します。よろしくお願いします。これは楽しみです。はい、ピコさんと同じくアポロをさせていただきます。村田ひろなです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ピコさんと、ヒロロと一緒の役、アポロをアポロをやらせていただきます。松岡優里ことイカさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。なかなかないメンバーでターチャンネルのちょっと収録なんですけども、うん、はい、どうですか、舞台やってみて。あ、弟は多分やってますか。やってますよ。急にその顔ね、ターチャンネルがちょっとお兄ちゃん目線で心配になるやん。しっかりね、プロデューサーの顔されている気はないでしょうか。現場では高尾さん、高尾さんって言われて一番声です。いや、そのままじゃなくてどう。そうですね、でも稽古中にやっぱりあの高尾さんと太陽さんがお兄ちゃんとかやりとりをされてるのを見るとなんか、はいはいはい、兄弟だみたいな。今風に言うとテーテーってやつですね。テーテー、萌えってなっちゃう。萌え、兄弟だ。大鳥って書いてテーテーって。マジで今風やね。テーテーだみたいな。テーテーで言うと、あのエウロ様ってなんかそのお菓子の入ってる入れ物を持ってるじゃないですか。小物の、はい、小物をずっと持ち歩いてるんですけど、太陽さんが持ってる時蓋がちょっと取れやすくて、カチャーンカチャーンそう、あの、ね、よく落とされるんですけど、それあの高尾さんがあーあーあーって拾いに行って、あとカチャーンって高尾さん兄弟やな。このメンバーが、ね、今回集まってたんで、ちょっと遊ぼうかなと思いまして、あの生配信でもね、あのやったんですけども、みんなの画力チェック、うん、20秒でどのぐらいの画力があるのかと。ルールまで一緒やんターチャンネルなんで、はい、題材、題材これ、みんなが描いてる20秒で描く俺、俺たちなりの太陽さんってことですね。そう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 、いや、そもそもすいませんわがままに使ってもらって。自画像は描かれない。自画像あ、俺自分で、そう、最後に書いた方がいいよ。最後にね、最後にじゃあ20秒で、イメージできました。はい、ターチャンネルの杉浦太陽、20秒で書いてみた、スタート。さあ、このね、20秒でどこまで俺、逆に結構特徴ありそうでなさそうな感じなんで、それをどんな風に皆さん書いてくれるでしょうか。あと10秒だって、さあ、あっという間にあと5秒でございます。あ、これノー編集でいけそうですね。3、2、1、カン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 、我こそはという方からお願いします。我こそは、これダメです、これ最後に自分やった方がいいじゃん、まず。そうです、正解書いてよ、正解。正解、正解、正解、はい、まず、模範解答、模範解答、3、2、終了。ありがとうございます。
しかないです、はい、そうですね、まあこれが正解ですから、ね、はい、じゃあ僕が20秒で書いたら僕です。はい、はい、こちらバン、かわいい、かわいい、腹立つわなんで太陽とハートとね、はい、こんな感じのイメージよね。あ、そうなの、はい、太陽描いときゃよかったね。そうそう、太陽になるから僕結構近いかもしれない。僕が、はい、僕なりの太陽さんいきます、こちら。ああ、やったやった、それはハートアップしすぎ、それは最強キーの最強キーのバキバキの太陽見てるな、やっぱり。ちょっと読んでるタケシのやつ読んでないよ、読んでないですか、読んでない、お願いします。バン、ちょっと見せてもらって、こういう感じ、あー、そうそこね、そこね、確かに俺、すっぴんでも笑ったらアイライン描きますからね、確かに。次に行っていいですか、あ、でもあの、撮りたかったとこは一緒なんですよ、これが正解なんですよ、失敗を描いたパターンなんで、ちょっと見せて、前置きすごいっすね、はい、頑張りますよ、せーの、じゃん、これあの目のところを、あ、このあの目尻で最近シワ増えたんですよ、やっぱり40になってから、だからこのちょっと目のシワだけ変えてからいけるかな。なるほど、え、特徴シワって嫌やろ、目がこうなった上ででも残りに出るんよ、笑った時に綺麗なシワですね、カラスのシワとカップなんだよ、うまいかも、これいく、はい、うまい、うまいかも、うまい、はい、行きましょう、はい、やろう、おお、ああ、はいはい、ちょっとでも近いな、光ってる、これ見たら目に近いね、なんか印象がある、そうですね、優しく微笑んでくださる感じの、この口角にやりとで、キラキラ加減、はい、太陽で光らしてくれてるの、そうです、ありがとう、ありがとう、おー、なるほど、そうですよ、若干後付けてもらえるでも輝いてらっしゃるから、神なんで、はい、キラキラ嬉しいです、ありがとうございます、ちょっとイメージ近いです、あ、え、あ、これも自分は絵が上手じゃないんで、あのみんなすごい特徴捉えるの上手いなって思うんですけど、ちょっとでもやっぱ近いイメージなのがこちらです、あ、横顔、はい、横から見ました、横の顔ですけど、やっぱりあのウィンクしそうな雰囲気があります、はい、やっぱりみんな目です、大星の、いや、ちょっと大星じゃないです、え、でもね、ここ2人と私は多分ね、類は一緒です、類一緒、類は一緒、はい、描きたかった、だから、じゃあ、せーの、と、はい、やっぱ画伯なんだ、画伯ですね、え、なんか、ね、いろいろ、これあの、線斜め縛りも基本そんなことないですよ、さっき描いたピカチュウもなんかあれ、どこにあるんだろう、あ、あったあったあった、さっきはピカチュウと一緒やんでもなんか、こう、パッと言った割にはしっかりしたものも描けたから、ハードル高いですよ、じゃあハードル下げようか、下げる下げる、お願いします、じゃあ第2問、第2問、はい、今年の干支のうさぎ、うさぎ書いてみましょう、さあ皆さん今年の干支のうさぎまで20秒で書いてください、はい、いきますよ、せーの、スタート、さあうさぎといえばもうね、なんか特徴はあるようなないような、それなりに絵は描けるんじゃないでしょうか、さああと残り10秒でございます、20秒とはあっという間に過ぎるもの、はい、時は尊い定型ものでございます、さああっという間に3、2、1、カン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 、できた、あれ、お、皆さんちょっと自信があるようで、これは自信しかない、最近も簡単です、はい、お兄さん描きます、じゃあ僕の先までいきます、せーの、ボンと、おお、すげえ、え、うさぎ、うさぎ、うさぎ、あ、でも体もあるね、性格は良くなさそうです、個性的で可愛いですね、そうでしょ、これが正解です、これが正解、いい反対、いかちゃんから行ってもらう、はい、じゃあ、あの、先まで食べ前、3、2、1、はい、おー、いらっしゃい、いるいるいる、しっか
かりした毛穴がチャームポイントです。そこに毛穴あって、そこの横の毛の何してんの、確かに毛穴が多めだね。毛穴が多めだ、ウサギちゃんです、はい、おー、素晴らしい、はい、我こそはっていう方はいらっしゃいます。僕もちょっと体まで変えたんで、体まで変えたんで、ティカ君のウサギまで、せーの、ドン、はい、素晴らしい。じゃあ高尾君、いや俺もなんかクソみたいな、高尾のクソみたいな今で言うよ、せーの、クソみたいな、ああ、なんかこんなキャラで、なんか多分赤いやつに近い、赤いやつに近いです、次、はい、じゃあ待って、はい、3、2、1、ドン、おー、かわいい、めちゃめちゃうまいやん、人参まで書いてる、人参食べてる、かわいい、え、嬉しい、年賀状にしたいぐらい、え、これすごい、このデザイン嬉しい、年賀状のやつだ、ちゃんと年賀状かけました、これは視聴者プレゼントにしたい、え、嬉しい、欲しい欲しい、かわいい、今でみんなこうおおってなるもん、ちょっと先出してるからも、じゃあ広げていこうか、はいはい、ひこさんやばいと、お、いやいやいや、今まで3、2、1、ドン、おお、今までで一番うまいよ、やっと動物、うまくなった、斜めな、目は目は斜め、目がちょっとまっすぐかけない、ちゃんとウサギになりました、なりました、確かに正解に一番近い、やった、お若い、20秒じゃ足んなかったので、ちょっとなんかテーマ間違えたかもしれない、じゃあちょっと先輩ね、それのお兄にウサギちゃん、おお、にぎやかにやっておりますけども、はい、舞台がですね、本番が、はい、ちょっと告知を、じゃあ主演の方からお話しさせていただいていいですか、はい、いいですか、はい、セットフェイタリズムに、はい、セットはい、セットどうした全部使ってくれるの、全部使ってくれるの、ノーカットでお願いします、行きます、行きます、はい、セットフェイタリズムノットイコールにアナザーストーリー、2023年2月18日から2月26日まで、全14公演ございます、はい、場所は国民共催コープホールスペースゼロにて行われます、はい、ダブルキャスト、トリプルキャストの方々もたくさんいらっしゃったりして、いろんな組み合わせがある舞台となっておりますので、うん、ぜひ皆さん、はい、たくさん足を運んでくださると嬉しいです、配信もありますので、ぜひそちらでも、会場に行くのが難しいよっていう方はぜひ配信でも、はい、見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サーチャンネル見てくれてる方はね、結構あの遠いところの方もいらっしゃるので、生配信やと見やすいかもしれませんね。非常に。配信日が、2月の21日と23日になっておりますので、はい、そして両方ともあのキャストが違いますので、どちらを見ても楽しく見れると思います。はい、そう、この舞台はですね、まあ、芝居もあり、殺陣もあり、ダンスもあり、歌もあり、髪がいっぱい出てくるし、アクロバットもあるという、パルクールも、パルクールもある、もう本当に見たらうわーってなるし、ちゃんとこう心に響く涙のストーリーなので、ぜひぜひ見ていただきたいですね。はい、で僕らどんな役なのかっていうのをね、はい、見たらすごく分かると思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに劇場に来ると、劇場に来ると、ちなみに、これ以外だよ。そう。うん。これね、こちらあのグッズも売ってるんですよ。でパンフレット、DVD も売ってるし、でオリジナルのサウンドトラックも売ってますし、でなんといってもこのね、僕らがこの SD キャラ化した缶バッジのグッズとか、あとはこうガチャがあって全キャストのガチャガチャができるというね。本当にもうすごくオリジナルのこのアクリルスタンドもそうですけども、グッズも充実しておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、足を運んでいただければと思っております。はい。どうでした？サーチャンネル出てきて、あまりサーチャンネルっぽくなかったの？いや、面白かったね。あ、本当？なんか、どうですか？そうです。ブラックアイドルも珍しい。あ、なるほど。いつもその、自分のサッチャンネルはそっち側にいるんで、どう違うと思うんですか？はい。サーチャンネル10万人。いや、
ます。すごい。ありがとうございます。たくさんの方にね、この気持ちが届けたと思っておりますので、ぜひ舞台の方よろしくお願いします。はい、というわけでこの動画が気になった方は、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。そして、僕らのこのね、ちょっと前にやった生配信も、あのセブチャンネルで、ここから飛べるかな、ここら辺から飛べるかな、セブチャンネル、はい、ぜひ動画の方ね、はい、見てみてください。はい、というわけで、本当に舞台ももうすぐなので、皆さん頑張っていきましょう。はい、お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。